デイリリーシスターの夏美です。今日は私のカバンの中身を紹介していきます。私は普段デザイナーとしてのデザインの仕事をしているのと、あと今は新宿のルミネでポップアップをやってるんですけれども、そこの店長としてお店に立ってます。ポップアップが10月の31日までやってます。デイリリーのアートディレクターの川野さんと一緒にのデザインの仕事をしていて、まあ、お店のポップを作ったりとか、あとはパッケージデザインをやったりとかしてます。はい、ではこちらがポーターのセンシズというシリーズのバックパックです。私は荷物がすごい重いので、なるべく肩の負担を減らすようにリュックをよく使ってます。でこれは本当に形が良くて一目惚れして買いました。このセンシズというシリーズが五感に訴えかけてポジティブな気持ちにするっていうなんかコンセプトのシリーズなんですけど、ここにお香の袋がついててすっごいいい匂いがするんですけど、京都の松栄堂さんっていう老舗のお香屋さんがオリジナルで作った匂いらしいです。すごいいい匂いがします。肩の部分もアルファゲルっていうゲルを使ってて、すごくもちもちしてて、こう力が重さが分散されるので、すごく肩に負担をかけない設計になってます。一番気に入ってるのはここのボトル入れなんですけど、今ここに水筒が入ってるんですけど、水筒入れてもこう外に飛び出ないような設計になってて、の形を損なわないのですごくいいなって思います。ポケットいっぱいついてて本当に収納力もバッチリです。上はないです。あったありましたないです。これもう2年ぐらい使ってて今日気がつきました。知らなかった私の仕事道具、こちらの MacBook Pro です。私が大学1年生の時に買ったので、もう5、6年以上使ってます。でも毎日壊れないように祈りながら使ってます。こうデフォルトでついてるのよりもちょっといろいろやっぱり付け足して、動画編集ぐらいはできるようなこうスペックにした気がします。やっぱりデザインの音となるとイラレとかフォトショップとか画像とか動画も扱うことが多いので、はい、それでもこうしっかり動くようなスペックです。こちらが私の仕事道具の iPad です。レモンワニーチャの限定のパッケージのイラストとかもこれで描いてたんですけど、 Apple Pencil を使って描きました。頑張りました。こういうデイリリーのリーフレットに載ってるちょっとした挿絵を描いたりとかっていうのをしてます。店頭に行った時とか、まあ、あとオンラインストアでお買い物した時とかもついてくるので、はい、よかったら見てみてください。こちらがノートです。あとペンとかも何種類か入ってたりとか、基本こう横線のものじゃなくって、こういうなんだ、格子状のものとか無地のものとかをこう使うようにしてます。やっぱりちょっとイラストを描いたりとか、なるべく自由に使いたいので、こういう紙のものを選んで使ってます。やることとかタスクを書き出したりとか、あとアイディアをこう出したい時とかにこうバーと手書きで書き出したりとかする時に使ってます。例えば次の定例までに新しいイベントの飾り付け考えてとかいうことがあるので、そういう時にやっぱりネットとかピンタレストとかでリサーチしつつ、こういう手書きでこうちょっとイラストを描いてみてアイデアを考えたりっていうこともやります。こう動きが制限されてしまうというか、こうパソコンでできることにこう限られて、こうなかなかアイデアが浮かびにくかったりするので、そういう意味では手書きの方がこう自由に考えられるなと思っています。最初はデイリリーの店舗のアルバイトとして応募して入ったら、
あの面接の時に萌えさんからあのアートディレクターの川野さん同じ大学だよって言われて、そこで初めて知りました。大学の先輩でした。あの工学部の中にデザイン学科っていう学科があって、あのそこに通ってました。でもあの美大ではないので、本当にこうグラフィックとかあのそういうものよりかは、あの商品開発とかあのコンセプトを考えたりとか、もっとこう幅広い感じのデザインをこう学ぶ学校で、本当にそういうことがあのずっとやりたくって、あのデザイン、あの見た目のデザインだけっていうよりは、もっとこう商品がを作るところから売るところまでっていう全部をこうやりたかったので、でデイリリーに入って、デイリリーだと本当にこう全部を見れるというか、こう全部の仕事にこう関わることができるので、それはすごい活かされてるなっていう感じがします。一回こうメンタルがすごい落ち込んだ時があったんですけど、すごい体の状態との心ってすごいつながってるなっていう風に実感した時があって、こう自分が食べるものであったりとか、あとは運動とか睡眠とか、そういうものがすごいメンタルにこう関わってくるなっていう気づきがあったので、そういうところからこうヘルスケアに興味を持って、大学の、あの研究のテーマとかもヘルスケアのことについてやっていたんですけれども、特にこう東洋医学の思想っていうか、あの対症療法的ではないような、こう根本からこうなんだろうな、体質を改善していくような考え方にすごい共感したので、体と心のつながりみたいなのをこうテーマにいろいろ研究したりとか、あのデザインのサービスを考えたりとかっていうことをしてました。その時にあのそういうことに詳しい先輩に話を聞いたら、デイリリーのことを教えていただいて、で大学院に進学することが決まってたので、その間のこうアルバイトをなんか探したいなと思っていて、でちょうどそのタイミングでデイリリーのインスタのストーリーズにシスター募集っていうのが流れてきて、本当に何も考えずに、あこれだと思って応募して、デザインの仕事するとは思わなかったです。多分応募した時はデイリリーの商品とかも確か買ったことなかったと思うんですけど、本当にあの応募してよかったなって思います。こちらのナッシングイヤー2というワイヤレスイヤホンです。最近こう流行りのスケルトンになっていて、あのカバンもスケルトンですし、このイヤホンのこのところも少し透けてて、中の機構とかが見えるようになってます。あのちょっとした文字とかもすごく凝っていて、あの統一感が出ます。こういうちょっとした赤の差し色とかも効いてて、すごいデザインが可愛いなと思って買いました。機能もすごく良くって、あのこれ買った時に最初アプリをダウンロードするんですけど、そのアプリで聴力検査をするんですよ。で、それでこうその人の聞こえづらい音域とかをこう調べて、で音楽を聴くときにそこの音域を補ってくれるというか、こう自動で調整してくれるらしくて、あのすごくあの音が綺麗に聞こえます。今まで聴いてた音楽と全然違う風に聞こえるので、すごいびっくりしました。あとはノイズキャンセリング機能もついていて、ノイズキャンセリングついてるイヤホン初めて買ったんですけど、あの電車乗ってる時とかでもすごく静かなのですごいです。はいさっと音が消えてくのが本当にびっくりです。これはナッシングっていうメーカーで、スマートフォンもあの作ってるメーカーです。ここのスマートフォンもの背面がスケルトンになってて、あのライトの点滅がすごく可愛い、はい、スマートフォンです。こちらのマルニの名刺入れです、はい、こちらは私がデイリリーに就職した時にお父さんが
買ってくれた名刺入れです。マルニって色使い、あのカバンとかも色使いがすごく可愛いなってずっと思っていて、すごいたくさん色の種類があってすごく迷ったんですけど、やっぱりあのデイリリーなのでちょっとオレンジっぽいあの色を使ってるものにしました。こんな感じで、あのポケットがたくさんついてて、あのちゃんと分けられるようになってます。今ちょうど就職して1年ぐらいのタイミングです。リンゴ音楽祭で買ったお財布兼ポーチです。長野県の松本市で毎年リンゴ音楽祭っていう音楽のフェスをやっていまして、で去年そこに行ったんですけど、あの1日目がすっごい大雨で、あの荷物がもう全部びしょびしょに濡れちゃったんですね。でその時持ってたお財布もあの濡れちゃったので、こうなんとかあの代わりの濡れても大丈夫そうな中身が守れそうなこうものを買おうと思って、その時にさっと買ったものなんですけど、本当に大きくて何でも入るので、あのレシートとか領収書とか本当に何でも入るので、こう日常でもすごく使えるいいものを買ったなと思います。キラキラしてて可愛いです。ナサパロディです。カードもお札も小銭も全部あの入れてます。今何か支払う時とかも全部スマホで完結しちゃってるので、あんまり開けることもないので、あのそこまで使いやすくなくてもいいかなっていうふうに思ってます。ちょっと小銭探す時とかはちょっと大変です。去年のリンゴ音楽祭は本当に楽しかったです。好きなアーティストとかもいっぱい出てたし、本当にその辺をあのアーティストもうろうろしてるので、一緒に写真撮ってもらったりとかできました。こちらのカーファのコーヒーボトルです。コーヒーを美味しく飲むために作られた水筒らしくって、すごく保温性もバッチリですし、で匂いが全然つかないんですよ。この内側もテフロンでコーティングされていて、あのコーヒー入れるとどうしても水筒って匂いがつきがちだと思うんですけど、これは洗っちゃえば全然こう匂いも残らないので、あのコーヒー以外の飲み物入れた時とかもすごく美味しく飲めます。口のところもちゃんとコーティングされてるので、あの口当たりもすごくいいですし、あとこの飲み口もちょっと広めになっていて、飲む時にこう香りがすごくあの感じられるようになっているそうです。機能性があるものが好きなので、まあ、見た目と機能と、あとはなるべくあのストーリーがあるあのものというか、誰がどんな思いで作ってるかっていうのも分かるようなものを選ぶようにもしてます。今はデリリのラブリーデーが今日は入ってます。結構その日の気分によってこういうラブリーデーを入れる時もあれば、あの麦茶だったりとかで、時間がある時は家でコーヒーを入れてこれに入れて持ってったりとかっていうこともしてます。ラブリーデーはもう三挿しという実と、ラクシンカというお花と氷砂糖が入ったお茶です。このお茶はすごくこう巡りを、気の巡りを良くしてくれるので、ちょっとあの仕事が詰まってて落ち着かない時とか、あのリラックスしたい時とかによく飲んでます。あとは潤いを補ってくれるようなこともあるので、まあ、夏ですとあの汗をかいた後とか、ちょっと運動した後とかの、私サウナが好きでたまに行くんですけど、サウナの後の水分補給としても飲んでます。味は本当に甘酸っぱい味です。酸味がちょっとあって、私はあの氷砂糖を少なめにしてちょっと酸っぱめにして飲むのが好きです。私のお菓子袋を紹介します。本当にコーヒーをよく飲むので、あのそのお供になるようなちょっと甘いものを持ち歩いてるんですけれども、台湾のヌガー、こちらマンゴーヌガーです。日本橋にある
デイリリーが入ってるあの製品生活さんで買ったんですけれども、台湾人のハンちゃんが、お土産で1個ヌガをくれたことがあって、それを食べた時にすっごい美味しくってびっくりして、よく買うようになりました。そのソフトキャンディーみたいな感じなんですけど、甘いミルクっぽい味で、牛乳を煮詰めたみたいな感じですね。で、中にあのドライフルーツとかナッツとかがたくさん入っていて、すごく食べ応えがあります。で、1個で結構満足感があるので、1日1個っていう風に決めて食べてます。最近の、はい、お気に入りです。次のコーヒーのお供はこちら、デイリリーのパイナップルケーキです。すっごい好きで、お店だと結構すぐ売り切れちゃうのでなかなか買えないんですけど、あの数に余裕がある時とかはあの自分で買って食べてます。あの中に3個入ってて、そうやって取るとこういう QR コードが書かれてたりとか、あのちょっとメッセージが入ってたりとか、あのそういうところを見ると毎回あの分かってても嬉しくなっちゃいます。これは美味しいものは心と体の栄養になるっていう意味らしいんですけど、結構パイナップルケーキってあのパイナップルじゃなくて冬瓜が使われたりとかするものもあって、甘いだけのものも多いんですけど、デイリリーのパイナップルケーキはあのちゃんとパイナップルを使ってるので結構しっかり酸味もあります。私は結構あの甘すぎるのはそんなに好きじゃなくて、ちょっとあの酸味のあるものが好きなので、中にクコの実とかぼちゃの種も入ってるので、すごく食感も楽しめて、すごくあの好きなポイントです。デイリリーの虎頭包みのこちら、エイジングケアのものを持ってきました。これはあの漢方の伝統的な包み方らしくて、もう台湾の漢方薬局とかに行くとのこの包み方であの薬を包んでくれるそうです。横から見ると虎の頭のように見えるので虎頭包みというふうに言われてます。こちらはあのミックスナッツでくるみとクコの実とあとクワの実が入ってます。で、こちらはどれもあのエイジングケアに良かったりとか、あと目にすごくあのいいので、本当にパソコンを見すぎて目が疲れてる時とか、ちょっとリフレッシュしたい時にこちらを食べてます。これが一つこの中に包まれてお店で売っていて、一時期本当にこればっかり折ってた時期があって1日50個とかあの包んでたので綺麗に折れるようになりました。最初はなかなか折るのは難しいです。こちらのポーチがデイリリーのマインティーンフットカプセルっていう思春期の女の子のため の, あのセットを作ったんですけれども、そこに入っているポーチです。全体のデザインを私がしていて、外側の透明のバッグと、あとは中にちょっとしたジン、あの冊子と、あとはこのポーチとナツメと、あとはこのポーチの中にあのナプキンとか、あのお腹を温める温熱シートとかも入ったあのセットです。デイリリーのもう一個のポーチとはまた素材が違うんですけれども、あのちょっとふかふかした感じの、まずは今私が毎日飲んでるサプリメント、バランスビタミン B 群 C です。普段私サプリメントは全然飲まないんですけれども、本当にビタミンは取りたくってあのこれだけ買って飲んでます。本当にアマゾンで数百円で売ってるので、すごくあのこれで1ヶ月分なんですけれども気軽に飲めるものになります。結構あの赤みが出やすかったりとかニキビができやすかったんですけど、毎日夜これ飲むようにしてからあのすっごい肌が荒れるっていうことはなくなったので、すごい体の土台を
を作ってくれてるイメージというか、そんな気がして毎日飲んでます。私のお守り、啓明画心さんです。おい、苦くて飲むのが本当に大変です。結構量も結構あって、一袋飲むのにちょっと頑張らないと飲めないんですけど、外食とかしてもうちょっと食べ過ぎたなっていう時にこれ飲んでから寝ると、本当に次の日の朝のこう胃もたれがなかったりとか、あとはちょっと胃が痛いなっていう時もこれを飲んでおけば大丈夫っていうようなものです。ガジュツっていう屋久島に生えてる生姜の仲間ですかね、の粉末が入ってます。アジアンスーパーパウダーのツインクルパールチャージです。これは皆さんも紹介していると思うんですけど、真珠の粉が中に入ってます。一箱に10本入ってます。毎日夜飲んで、一箱飲み終わったぐらいの時に結構肌が違うなっていうのを実感したというか、朝の洗顔の時とかの肌触りがちょっと良くなったなっていう感じがしたので、すごくお気に入りです。大事な日の1週間前ぐらいからこれを飲むようにしてます。本当に、はい、味もないので飲みやすいです。ビュリーの根元に使うオイルなんですけれども、ちょっと柑橘系の香りがするのと、すごくサラッとした感じのオイルです。結構クマがひどい時とかがあるので、とかちょっと目が疲れてる時とかに、これを目の周りとかこめかみのところとかコロコロするとすごく気持ちが良くて、マッサージにもなるので、こちらは使ってます。こちらはメゾンマッティンのワルニワルニっていう種類の香水です。ノーズショップに行って、もうパッケージが可愛くって、すごくずっと欲しいなと思って狙ってたものなんですけど、本当はもう一個大きいサイズのものがあって、そっちだと水越しにというか中身越しにこうイラストが見えるようになってて、それもすごい可愛くて迷ったんですけど、私はポーチに入れて持ち歩きたかったのでちっちゃいサイズにしました。いろんな種類があって、どれもイラストが全然違うので、すごい集めたくなる香水です。紅茶ベース の香りでちょっとバニラっぽさとか混ざってるんですけど、もうすごくハッピーな香りなので、お天気がいい日とかお出かけするときとか、ちょっとテンションを上げたいときに使ってます。こちらヤードムです。タイに旅行に行ったときに買ってきました。本当にハッカの香りがすごくって、ちょっと暑さでのぼせてるときとか鼻が詰まってるときとかに、鼻の下に当ててスッとやるとすごいスッキリします。タイに行くと現地のおじさんとかはこれを鼻に突っ込んで歩いてたりとかもします。本当に結構刺激が強いので、私はこの辺に置いて嗅いでます。私は去年の9月とかに買ったので、もう1年以上経ってるんですけど、すごい匂います。すごい薬局とか行ってもいっぱい売ってて、バラ巻きお土産の定番です。化粧ポーチです。これも皆さんがご紹介されているデイリリーのフェイクレザーのポーチなんですけれども、2年ぐらいですかね使ってて、でもまだ全然汚れも目立たないですし、すごい頑丈です。いっぱい入れてても全然チャックも壊れないですし、破けもしないので、すごく重宝してます。こちらがナチュラグラッセのメイクアップクリーム02番のナチュラルベージュです。これ1本で全然ベースメイクが完成するようなものでして、日焼け止めも入ってますし、で塗ると本当に自然なこうツヤっと感が出るので、でちょっとベタつきはあるので、普段はこれを塗って、その上からちょっとフェイスパウダーをはたくぐらいで、本当にOK なものですね。私結構色白ではないというか、元から
結構日焼けしやすかったりとかあるので、なるべくこう白浮きしないようなこうナチュラルな色のものを選んでます。コンシーラーですね。&B のファンシーラーです。こちらは2色色が入っていて、ちょっとオレンジっぽい色とあの白っぽい色のものが入ってます。どっちも結構使うんですけど、こっちのオレンジの方はこう目の下のちょっとクマが気になるところとかにこう赤みを足すために使ってます。こっちの白い方はニキビの跡とか赤みがこうちょっと気になるところとかにこう使ってちょんちょんって隠してます。本当に伸びもいいですし、結構しっとりしてるので、時間が経っても乾燥とかが気にならなくて、もうすごくいいなって思います。本当は専用のものがあったんですけど、使わないので取っちゃいました。私はメイクで全部指でやっちゃうので、コンシーラーとのファンデーションが一体化してるようなものなので、これだけでファンデーションにもなるようなものみたいです。私はコンシーラーとして使ってます。 RMK のリクイドファンデーション102番です。ファンデーションは普段そんなにつけないんですけど、本当にお出かけの時とかにつけるぐらいですね。結構こうカバー力があったりとかするものをこうつけちゃうと、結構こうすぐけばく見えちゃうので、なるべくこう素肌感が残るようなというか、ナチュラルな仕上がりになるようなものを探して買いました。化粧してますっていう感じが出ちゃうので、あんまりナチュラルメイクです。普段は本当にテクスチャーもすごく滑らかで、伸びもいいし、こちらはもう2本目です。すごく気に入ってます。 NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーです。通称リフコと呼ばれているものなんですが、白いパウダーです。で、ベースメイクの最後にこちらとこちらのパフでささっとのせてるんですけど、本当に肌がサラサラになります。長時間経ってもテカリとかも気にならないですし、色はついてないので本当にこうナチュラルなツヤ感が残るような感じのものですね。コロナの時はマスクをしてたと思うんですけど、結構マスクにファンデーションがついちゃったりとかっていうのが気になってたんですけど、これをこう塗っとくとマスクにファンデーションがついたりとかもあんまりなかったので、はい、すごくいいなと思って買いました。メイクの仕上げにこちらを使ってます。3のシマリンググロウデュオ01番です。こちらはハイライトとして使ってます。中は2色ありまして、こちらも1年以上使ってるのでだいぶ底が見えてきたんですけど、よく使うのはこっちの白い方の色で、鼻の頭のところとかほっぺのところにこうちょんちょんとつけてハイライトとして使ってます。ギラギラ感もなくってこう自然な感じが出ます。こっちの方はチークとかとして使えるものになっていて、ちょっと赤みが欲しいなっていう時はこっちをこうポンポンって肌にのせたりとか、あとまぶたにのせたりしても統一感が出るので、いつもたまに使ってます。こちらはアイシャドウです。シュー上村のクロマティックス浮き花神社、こちらはプレゼントでいただいたんですけれど、中に6色入ってます。で、結構オレンジ系のとかゴールドっぽい色が入っていて、私のこう顔の色的にオレンジっぽい色の方が合うので、これを選んでくれました。なんか好きなところはこのこことここのラメなんですけど、結構こう大粒のラメに見えるんですけど、こうのせると本当にこう上品なキラキラというか、主張しすぎず結構角度によってラメの色も変わって見えるので、目を目立たせたい時とかこれをまぶたにちょんちょんって塗ってキラキラさせてます。薄めの色からこういう締め色まで入ってるので、これ1個で全然メイクが完成するような
ものになってます。あの春夏にぴったりの色だったので今年はこれをずっと使ってました。まつげ美容液アイラッシュリポソームです。まつげもともと長い方なんですけど結構こう下がり気味であの眠く見えがちだったのでよく眠たそうとか言われることが多かったのであのまつげパーマをしてます。でやっぱりまつげパーマすると結構毛が傷んじゃうのでまつげ美容液を塗ってあのしっかり保湿するようにしてます。朝と夜と日中もこうたまに暇があったらささっと塗ってまつげは大事です。大事にしてますこちらのリップが白のジンジャーグロウリップスティックの9108。これはもう本当に好きな色でこればっかり使ってるんですけどちょっとオレンジがかったあの落ち着いた色味です。本当に秋っぽい色ですかね。で塗ると本当に程よくあのツヤ感があるというかマットすぎずでもテカテカすぎずっていうすごいちょうどいいあのものです。であのジンジャーが入ってるので塗るとほんのり生姜の香りがします。これつけて美容院とかに行くと美容師さんにあのよくリップいいねって褒めてもらえるのであのいつもつけてます。色的には秋っぽいんですけど本当に一年中この色です。普段ナチュラルメイクであんまりこうまぶたとかにもあの色をのせることがないので本当にリップの色でいろいろ遊んでるというかあの締めているようなイメージでメイクしてます。結構濃いめの色のリップが好きです。でも他の色は結構オレンジ系だったりとかあとはあの赤本当に赤って感じの色だったりはっきりした色多いですかね。私はヘルシーでいるために心がけていることは、ストレスをためないことですかね。ストレスを発散するのが苦手で発散するって難しいと思うんですけどもう私は根本から断つっていう考えててまず自分が何をストレスに思ってるのかっていうのをしっかり分析してからあのそれをじゃなくすためにはどうしたらいいかっていうのはいろいろ工夫してやってます。まあ、例えばあのちょっとしたことだと結構物がずれてたりとかちょっとゴミが落ちてたりとかいろいろ気になる目に入ると気になるのであの部屋をきれいに保つとかテーブルを拭くとかそういうのをこまめにやることで、なんかちょっとずつ気持ちも整ってきたりとか小さいストレスとかをどんどん潰していくというかなくしていくっていうのを心がけてます。デイリリーに入っての薬膳とかの勉強をし始めてからやっぱり結構こだわるようになってであの一人暮らしも始めて自炊もするようになったんですけどやっぱり自分で料理作る時とかもあの旬のものをなるべく取り入れたりとかあの自分の体調を見ながらあの食材を選んだりできるようになったのであのそういうところですごくあの体調は整ってきたなっていうふうに思います。やっぱり外食したりとかあの外で食べ物買ってくる時とかもあるんですけどそういう時にもあのなんだろうな結構これが食べたいっていうだけで選ぶ時もあるんですけど、ちょっと余裕がある時はなるべくこうヘルシーなものだったりとかあの体調に合ったものとか食材とかが使われてるものを選ぶように心がけています。薬膳漢方検定っていうあの検定も取ってあの元々はデイリリーで今五行占いっていうものをやっていてあのそれをやるためにちょっと勉強し始めたっていうところもあるんですけれども本で勉強しました。例えば小熱がこもってる時はあのきゅうりとか夏野菜とかあの体の熱を冷ましてくれるようなものを食べるとか秋のこう乾燥する季節とかは
こう潤いを補ってくれるようなこう白いものを食べるといいよとか、本当に本も読んだんですけど、一番はツイッター X でデリリの監修をしてくださってる柳沢先生とか、いろんな漢方の薬剤師の先生をフォローしてて、それで毎日毎日情報が流れてくるので、それでなんか今日はこういうことに気をつけた方がいいなとか、季節が変わってきたからこういう食材食べた方がいいなとか、そういうのは毎日チェックしてます。今新宿のルミネ1の6階で10月31日までポップアップをやってます。今は週3回ぐらいお店に立ってます。だいたい午後にいることが多いです。そこで私がデザインしたレモン杏仁茶の限定のパッケージとかも販売しているので、よかったらお気軽に見に来ていただけると嬉しいです。皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございました。